こんにちは、鶴巻温泉治療院の溝口です。大人の ADHD の話です。 ADHD とは注意欠陥多動性障害のことで、注意障害、多動性、衝動性が際立つ行動障害です。学校で授業中じっとしていられない、物忘れが激しい、ひっきりなしにしゃべるなど、子どもの発達障害として注目されたのですが、2002年に出版された片付けられない女たちで大人の ADHD が注目されるようになっています。成人の ADHD では子供の頃より多動性は弱まることが多いのですが、気の散りやすさや物忘れなど注意集中障害が残り、学業や職業、人間関係の上でいろいろな困難を抱えることが多いのです。例えば目先のことに気が取られて、必要な時に集中することができないために先延ばししてしまうという状態に陥ります。片付けられない女たちが出版されたのと同時期からテレビ番組でも、極めて乱雑な部屋などと ADHD を結びつけて取り上げられるようになりました。そのため片付けられないイコール ADHD と自他ともに決めつける風潮が出てきています。一般的に ADHD の人の多くは片付けが苦手と言えますが、片付けられない人が ADHD というわけではありません。安易なレッテル貼りの典型と言えます。ADHD の人では、幼い頃から他人が普通にできていることができなかったり、人間関係がスムーズにいかないことが多いため、自己評価が低い傾向にあります。その結果、二次的に抑うつ状態、その他の神経障害を伴うことが多いことが分かってきています。その結果、二次的に抑うつ状態、その他の精神障害を伴うことが多いことが分かっています。この ADHD は脳の機能障害と考えられており、精神活動のコントロールをする前頭前野においてドーパミンの再取り込み量が多すぎるために注意を保つことができないのだとみなされています。つまり生物学的に脳の機能不全と言えるわけで、実際薬物療法が有効です。特に衝動性や気分の変調、先送り、優先順位が決められないなどの症状については、症状が改善するようです。とはいえ ADHD は必ずしも病気とは言えない面もあって、実際に日常生活で困っていることに対処したり、環境を整えることで生きやすくすることは可能なのです。では本日のお話はこれで終わります。